どうもこんにちは、おたべやへようこそ。管理人のシェアでーす。今日はポージング講座第3弾ということで、大栗からくんの時とランちゃんの時にそれぞれ載せてたと思うんですけれども、今日はですね、ちょっと本当全身だったり座りも撮りたかったんですけど、ちょっと先ほど我が家の家族の小町ちゃんとね、大喧嘩をしまして、私のいつもの撮影スペースがおしっこの海と化してしまったので、この画角でいきたいと思います。私の部屋もね、今はちょっとお部屋なんで撮れないのでね、すいません。この画角でできる限りのことを今日は皆さんにお教えしていきたいと思います。第1弾の時は立ち、座り、寝そべりの、まあ大体何にでも使えるよっていうポージングをお教えしました。で、第2回の時は顔の角度とか向きですねについてお教えしました。今回の第3弾ではですね、できるだけ原作とかシーンに沿った公式のオマージュですねっていうところと、あと小道具を使ったシチュエーション、あとキャラがしそうなポーズ、今回はこれを立ちオンリーでやっていきたいと思います。さっき喧嘩したからね、ほんともう毛がすごいついてる、やだ。でも汗かくからこのまま行きたいと思います。じゃあまず1つ目、作品のオマージュ。今回はね、イザナくんのコスプレをしているので、イザナくんの原作のシーンだったりとか表紙イラストのオマージュとしてお教えしていきたいと思うんですけれども、洗濯機ちょっとね、例によって小町さんのせいで今シーツを洗濯中なので、洗濯機がうるさかったらごめんなさい。気を取り直して、イザナくんの場合はよくこれがカランって動いてたりとか、髪がなびいてたりとかしますよね。なのでちょっとバストアップの構図しか今できないんですけど、例えばこれを動かしたいなっていう時、この時は大体の立ち方を決めます。大体の立ち方を決めたら、例えばゴールがここだとすると、この辺向いてて 3,2,1 でシュッって動きます。これはね、カメラさんとの呼吸が非常に大切なんですけれども、こういう風に簡単にシュッってシュッって動かすことで、こういう動き物のアクセサリーとか髪の毛に動きが生まれます。これはイザナくんに限らず、こういうジャラジャラしたアクセサリーとか髪の毛、こうサラサラ動くような髪の毛のキャラクターだったら何でも大丈夫です。応用していただけます。そしてですね、あとイザナくんはと今難しいんですけど、なんかちょっとマドカマギカみたいな、こういうなんかこういうちょっと首をかしげて振り向くみたいな構図結構多いんですけど、こういう時もシュッで振り返ると結構髪の毛とかが動いてくれるのでおすすめです。あとは今ちょっと全部充電切れちゃってて、今実践ができなかったんで、ちょっとすいません、申し訳ないんですけど、ハンディの扇風機ですね、こういうのを画角の外から当ててブワーってなびかせるのでも大丈夫です。そっちの方がね、簡単かもしれないですね。慣れてきたりとかめんどくさくなってきたら、もうピッ321321みたいな感じでやっちゃうことも多いです。あとは構図的に下からの煽りか上からの伏せ目をしていることも多いので、せっかくね、まつげがバサバサなので至近距離で撮ることをおすすめします。まつげが長いキャラとか、まつげがバサバサのキャラクターって至近距離で撮るとすごく綺麗で、ちょっと参考画像こんな感じでいくつか多分出てると思うんですけど、まつげをね、捉えるとめっちゃ個性が出て素晴らしいです。なので、なんかまつげを取るんだったら、こう下からのこの上まつげを取るか、横から見た時にはみ出てるまつげを狙うか、今できてるかわかんないですけど。なので、こうカメラ側に頭を傾けて、こういう感じですね。こういう距離のまつげを取ってもらうか、あとは正面よりややどっちか向きで目を閉じたりとかして、上まつげを取ってもらうかっていう感じで、正面っていうよりも斜めが一番漏れますね。下から降りたいんであれば、カメラから頭を離して傾ける。で、できるだけ目線は上の方。めっちゃ上向くと白目になっちゃうんで、カメラに対してちょっとカメラの斜め上ぐらいとかを見るとちょうどいいと思います。ということで、まあ、ちょっとオマージュからはそれましたけれども、こんなテクニックもあります。あとは大体イザナくんってちょっと見えないですけど、ズボンのポッケに手を突っ込んでるイメージが私はあって、で、こう胸を張って、
で肩は引いて、でちょっと首がまっすぐじゃなくて前に出す感じで、こうやってここは下がってるんだけど頭は前に出てる。で本当はちょっと参考画像で代用しますね。股関節も前に出すっていう感じ。おへそと肩は後ろで、頭と股関節が前っていう感じで立つと、ピアスがねこう立つと顔とか首と一体化しちゃうんですけど、こう立つことで目立ってくれるんですよ。わかるかな。なのでこうやって立ってどっちかに首を傾けて、こう前の人を睨むみたいなイメージで立つと、だいたいイザナっぽくなります。はい、だいたいイザナくんは普通に立つより首が出てますね。で傾けると綺麗にピアスが出てくれます。この時に目をね片方隠すとエモいですね。はい、これはね別にイザナくんじゃなくても他の作品とかでも全然使えそうだと思うので、私はめっちゃ乱用してます。はい、2つ目、小道具。イザナくんはねもう足一本でやっていらっしゃるので、イザナに関して言えば小道具あんまりないんですけど、強いて言うなら銃。イザナくんで銃と言ったらやっぱりね鼻血はもうドバドバに血のりで出してほしいんですけど、まあ今血のりはなしでね行きたいんですけど、こういう感じですね。これもなんかこうやって動きながらとか、下から扇風機で煽ったりとかしながらやると雰囲気が出るんですけど、多分ねリアルで言うとめっちゃ銃を、あ、先端恐怖症とかの人いたらごめんなさいね、すいません急に申し訳ない。こっち向けてやりますね。こういう風に多分腕をピンって伸ばしているのがリアルだと思うんですけど、写真の中でそれをやると一瞬向けますよ銃をね。わかりますかね、めっちゃ銃の先端がアップになっちゃうんですよ。まあ、これはこれでねありっちゃありなんですけど、まっすぐ向けるとブサイクなんですよ、ここしか見えないから。だからこの辺は良ければ見せたいので若干傾ける、若干傾けたりとかすると遠近感がより出ていいねっていう感じですね。で強いて言うならちょっと腕を引くぐらいの距離感がいいと思います。これくらい。パッと旗から見ると変なんですけど、カメラの中で見るとこれぐらいがベストです。はい、であと余談なんですけどね、銃は撮影の時は、まあ今回オマージュで使うんだったら今イザナくんちゃんと指を引っ掛けてるので、まあ、これでもいいとは思うんですけど、なんかねこういう風に何でもかんでも写真を撮ると撃つ瞬間しかここには手をかけないから不自然ですとか、実際これするとかなり危険なのでこうするのがマナーですとかっていう風に変な燃え方をするので、基本はこうやって撮影をするのがベストです。なんかねこうやって撮って炎上してるコスプレイヤーさんめちゃくちゃいるんですよ。別にフィクションだからいいのにって思う派なんですけど、私はって言ったら燃えるかもしれないんですけど、でもなんか一応ねこういう銃を取り扱う上でのマナーというか作法というかでは、こうやって指はここにはかけずにここに添えるだけっていうのが基本みたいです。私はもうほんと無名レイヤーだからこうやっても炎上も何もしなかったんですけど、有名なレイヤーさんだとこうやらないとほんとすぐ燃えるみたいなんで気をつけてください。あと小道具持ってる時ってどうしたらいいのか困る時ありますよね。刀とか長物だとここにこうやって引っ掛けたりとか、こうやって持ったりとか、手をねブラーンってして持ったりとかいろいろあるんですけど、こういうちっちゃい小道具って私もいつも迷うんですけど、絶対これはイザナくんはやらないですけど、こうやって煽るようなポージングだったりとか、こういうのとかっていう自分に突きつけるっていうパターンと、あと相手に突きつける、こういうパターンですね、とあとは第三者に突きつける、こういう持ち方、ハガレンのリザさんとかだったらこうやってちっちゃい銃はこうやって持ってたような気がするんですけど、ああやって持ったりとか、あとはカメラさんにできるだけ目線の低いところに行ってもらって、上からこう見下ろす、見下してバーンってされる感じのイメージで撮ったりとか、もう一人いるんであれば第三者から突きつけてもらって、なんかそれに威嚇するでもいいし、なんか怯えるでもいいし、口とかなんか貼られてたり縛られてたりするとかでもいいし、そういう使い方もできますね。はい、ということで今回使った小道具は銃でした。3つ目、キャラがしそうなポーズ。これはね公式ではやってないけど、こんな立ち方しそう、こんなポーズしそうっていう縛りになるんですけど、イザナくんだとやっぱりマイキーみたいに足技が得意なので、こう上半身はもう済ましてね、ほんと映せないの申し訳ないんですけど、これも参考画像を出します。足でもう蹴りそうみたいな
蹴るとこですみたいな感じのポージングとか、意外と感情がボンって上がるタイプだと思うので、こういうところとかガッて掴んで、こっちの方にみたいなのをもうちょっとアップでやるとか、なんかこうやって服をねどっかしら掴んだり持ったりっていうのもね割としますし、応用効きます。あとはせっかくジャケット羽織ってるんで、こうやったりとか、こうやって着るところをちょっとかっこよめの顔を作ってやったりとか、あとはマイキーみたいに羽織って手を当てたりとか、こうこんな感じでなんか首に当てて、こっちの手が手持ち無沙汰なのでちょっと襟元に引っ掛けたり、あとは全身取るんであればこっちはもう手ポケットに入れててもいいですしっていう感じでね、服でも遊べます。ちょっと本人がしそうかどうかっていうのとちょっとずれてる気もしますけれども、そういう使い方もあります。あとは外でロケをするんであれば、なんかどっか見晴らしのいいところに立ってこうやって目とか閉じたり、とこうやって腕広げてみたり、布をバサッてしてみたりとかして風を感じるのもありですね。イザナくんだとやりそうっていう感じですかね。こんな感じで今回は原作のオマージュ、小道具を使ったシチュエーション、キャラがしそうなポーズの3つをご紹介させていただきました。また他にもこういうシチュエーションで撮りたいんですけど、どういう風に撮ったらいいのかとか、こういうスタジオで撮るときはどうしたらいいとか、こういうロケ地で撮るときはとか、いろいろ何か質問があればぜひ聞いてみてください。動画にしてお答えするかもしれませんし、文章でお答えするかも知れません。また思いついたらね、私もポージング講座第4弾作りたいなと思います。それではここまで見てくださってありがとうございました。明日の動画も楽しみにしてくださってると嬉しいです。シアでした。バイバーイ。